はい、どうもご視聴ありがとうございます。ハム太郎でございます。本日はサイロン使ってレクイエムやっていきましょう。本当は前回の降臨時にやりたかったんですけども、その時がまだねサイロンの2かな積んでたんで使えなかったんですよね。今回は次回降臨前にちゃんと運曲作ろうってことで作ってきました。やっていきましょう。で、もうサイロン使ってみたら死ぬほど上がってると思うんで、運曲2というわけでエアを使っています。エアは毎回使ってるけど、で運曲2にしたんで、せっかくだったらねコネクトスキルの生きるスサ、これもね使っていこうと思います。スサノオはね正直わかんないんだよね、強いかどうか。でもまあ弱くはないと思う。で最強風神雷神、あ神だね、神、こっちも神なんだけど、ね、一応まあその編成でやらせていただきますと、ちょっと待ってね、のこっちか、これあー届いた届いた、オッケー。ん、上倒したと思ったんだけどな。で、あのサイロンなんですけども、サイロンさん何が強いかっていうと、よいしょ、この子はね別にステータスがバカ高いわけじゃないんですよ。この子で強いのは本当にストライクショット、倍率が 75% って書いてありました。で、それはどんなもんかっていうと、これゲームウィズに書いてあったんですけど、簡単に言うと、バランス型のガチャ券と同じ倍率。要はね、フィニッシャーとしては全然使えるよっていう、ロビンフット思い出していただければ結構強さがわかるかなと思います。悪い例だと半金だけどね。なんで、ラスゲを全部持っていくことは無理にしても、結構フィニッシャーとしては使えると思います。で、エア。エアはね、ストライクショットは軽いんで、使い勝手がいい。この子はね、もうずっと習慣の時使ってるんですけど、本当にね、使ってて嫌な感じに全然ならないんで、私は強いと思ってます。いい暴れっぷりだ。で、一番よくわかんない、このスサノオさん。こいつね、まあ、今使ってる限りは強い。あ、これ、チャイロンか。あー、いけ。よし。いい仕事した。そう、スサノオさんね、まあ、これ今動画撮るの実は2回目なんですけど、さっき負けちゃってラスゲで。スサノオね、何が強いって、友情コンボがね、予想以上に強いのよ。これ今ね、全然削れてないじゃないですか。今のは削れなかったんですけど、場所がね、弱点と対極の位置。そこにあるとね、予想以上に削ります。プニョか、こいつら。こいつらプニョプニョしてんな。あ、1体、1体で十分。とりあえずね。だから弱点そのまま、そのまま変わらなければ、プニョ処理すれば友情が入る。でも変化しちゃってるね、これは。スサノオいいところがお見せできない。まあいいか、別に今回メインスサノオじゃないしね。あくまでサイロン。サイロンで殴っていく。でね、私一応サイロンに激臭つけたんですよ。激臭が当たりかどうかわかんないんですけど、一応、本当は照明削りをここだったら連れてくるべきなんですが、照明はね、プルメレゲンついてるんで、外しました。ティア。おお、削った削った。いいね。で、なんで激臭にしたかっていうと、サイロンって多分艦隊で使うと、別に強くないと思うんですよね。わかんない。強いっていう人もいるだろうけど、爆発、そう、超強爆発っていう友情コンボを4体編成して、脳してクリアできるかさ、できないじゃないですか。そんなわけで、この子は普通に運一で使うだろうっていう体で、この身にしました。よっ。あ、いいね、いいね。思ったより削ってくれた。で、サイロンで、変化して、サクッと。あ、いいね。サイロンさん、ゲージないの後いいよね。ゲージがないと、ゲージミスで死ぬこともないし、周回するとか、周回するときのね、ストレスが減る。あれ？倒せてないか。
今一応倒せる程度いったんだけど。スサノオもそれは同じだね。うん。ゲージなしキャラ好き。で、あれ？もうみんな説明したかな？あ、では、そう、あと、スサノオさん。あのね、挑戦権持ってるじゃないですか。スサさんって。それがね、非常にいい仕事をするんですよ。このクエストって、連れてこれる加速友情を持ちて、まあ多分シンドバッドか、アトスを連れてきてる人はいないけど、アトスぐらいしかいないと思うんですよね。あ、ミスったか。あ、加速した。上の処理しなきゃ意味ないよ。そう、だからね、要は加速ができない。で、重力バリアもないから、超重力バリアで加速することもできない。ってなると加速する方法って、もう挑戦権しかないんだよね。なので、スサノオ杖って話ですよ。いいね、回復した、回復した。あとはもう回復もしたし、SS もいい感じなんで、このまま抜けていきますと。サクッと。さあ、ボス、やっていきましょう。で、一応ね、サイロンのストライクショットをラスゲで打つ予定ではいるんですけども、さっきそれで負けてしまったんで、もしかしたら道中で普通に使うかもしれません。多分ね、サイロンのストライクショットって、今のこの位置。で、こう打つのが多分一番ここのクエストで火力が出ると思うんですよね。ちょっと待って、どうしよっかな、どうしよっかな。あ、クソだ、クソ。すいません、完全にクソやりました。ミスったなとりあえず、プニョカチは一旦いて絶対処理しないと死ぬ。そう、プニョカチのね、攻撃力高いんだよね、アホみたいに。何考えてんのぐらい高い。で、皆さんご存知だと思うんですけど、このクエストね、ボスからは、しっかりね、火の玉で HP 削ってあげないと、削りきれないパターンがあるんで、うまい具合に削りましょう。挑戦系が生きるとき。うっそ。最悪だ、最悪。やらかした。風神雷神ストライクショット使うしかねえな。これはね、予想外。左端になったんだけどな。しかもこれパネルがひでえからな。削れないな。でも使わないと負けちゃうから。いや、落ち着こう。左目がまずいんだよね。このままだと。とりあえずね、ピニョカチをしっかり処理してあげるのが大事。あ、でも結構削ったね。下手に使わなくてよかった。ただ残り3ターンか。サイロン使ってもいいんだけど、ここで使うとさすがに早いんだよね。まだ耐えよう。で、エア使おうか。エアは12ターンですね。これがこの子のいいところでもある。ストライクショットがまあ軽い。十分。12ターンでこんだけ削りゃ十分だよ。最後はスサノオさんが、なんか程よく暴れて終わりと。いや、ちょっと危なかった。油断はしたわけじゃない。本当に、あ、油断してない。さっきのスサノオの雑魚処理でミスったのが一番ミスったところ。あれはやっちゃいかんことだったわ。そしたら爆発か。暴れちゃうな。ダメだな。そう、このボスに関してはいつも周回してるときって、風神雷神フレンド合わせて2体編成して友情2発で終わるんですけど、できないからね。いけ、インボリュートスピア。オッケー、ナイス。インボリュート杖は、あとはもう雑魚処理最初。このね、ボスに関しては、この蘇生雑魚さえ倒しちゃえば、あとはそんなに怖いイメージはないっす。よっ。ああ、いいね。スサノオのね、ロックンワンウェイがきっちり弱点当たればね、もっと削るのよ。よし、雑魚処理は終わった。で、風神雷神。どうしようか。これ普通に削ろう。
そう、ロックオンアウェイがね、ちゃんと弱点に当たればね、もっといいところ見せられるんだけどね。残念ながらだな。ダメだな。今のは何も考えませんでした。考えることを諦めました。そしたら、よし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 、十分十分。エア活躍してるな。サイロンよりエアの方が活躍してる。さあラスゲやっていきましょう。サイロンのストライクとどこで使うかな。一番いいのはね、本当に火の玉に対してガッツリ当たれるんだけど、狙う技術だよね。あとはあ、嘘でしょ。全勝でやめて、全勝でやめて。いやこれじゃ使えないだろう。いや打ってもいいんだけど、加速しまくって、ちょっとダメだな。ここで壊そう。あ、最悪。全然削れなかった。もう、回ってきたら順々に打っていきましょう。スザノも打ってみたかったしね。スサさん、でも、あ、この位置で打っても美味しくないな。あくまで弱点に当たらないとダメージはそんな稼げないんで。あ、まあそうだ。あ、でも思ったよりは削ったかな。思ったより削るけど、ほんとこんなもん。やっぱ貫通タイプの方が削るね。封じなじ打ちたいな。打ちたいけど、打ったら普通に倒しちゃうから。パネル変化に勤しむか。こっちはこれで変えてあげれるから。3パネルゲット？使っていきます。ストライクショット。暴れながら行こう。弱点。でも弱点入った方がいいんだよね。これで行こう。おおお、あーでもまあまあまあ、まあまあいいじゃんいいじゃん。思ったより削ってくれました。そんな感じですね。ご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。多分これがね、私の思いつく中では最高の運2編成だと思う。ただ私の周回は基本的に運1です。どうしようかな。編成多分ね、サイロンとプルメリアと、いや違うな。まあいいや。サイロン、プルメリア、フージンライジン2かな。それが一番いいな気がする。まあまあ落ちた。バイバイ。